問題があったのは津山市押し淵の産廃処理業者ウエス産業が運営する安定型最終処分場です。岡山県が去年処分場から排出された水を検査したところ、基準値のおよそ4倍の有機化合物が検出されました。この検査は県が年に一度行っているもので、2019年にも基準値のおよそ5倍の有機化合物が検出されています。検出された有機化合物は発がん性が指摘されている14ジオキ酸で、水は近くを流れる吉井川に合流しています。去年県が合流地点で行った検査では基準値を超えておらず、今のところ健康被害の報告はないということです。県は施設の老朽化が原因とみていて、ウエス産業は今年6月に施設を更新しています。県は今月行った検査の結果を分析しています。